それではフリースタイル70キロ級優勝中村選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。今のお気持ちからお願いします。いや、まあ、本当に優勝できるとは、優勝狙ってたんですけど、本当にこうやって優勝できると思ってなかったので、まあ、まだ実感はちょっとわからないですけど、まあ、嬉しいです。優勝できなかったというところはどういったところなんでしょうか。優勝できなかった、できないと思っていたというところは、いや、まあ、正直、厳しい戦いになると思うんですので、まあ、その部分でやっぱり強い選手たちもすごいいるので、正直そこで不安とかもあって、でそれでちょっと勝てるかどうか心配だったんですけど、こういう形で優勝できてほっとしてるっていうか安心してます。決勝は、大量リードされてちょっとピンチだったんですけども、その時はどんな風に考えてましたでしょうか。昔から大量得点取られたら気持ちが折れちゃうタイプで、最初6点取られた時もなかなか気持ちを立て直すことが難しかったんですけど、もうやるしかないと思って最後攻めて、テクニカルフォールで勝ててよかったです。最後のアンクルホールドは必殺技でしょうか。高校の時からずっとアンクルホールドはすごい練習してて、で今回の試合の前もすごいアンクルホールド練習以外のところでも練習してたりしてたので、まあ、それが出てよかったです。今回は世界選手権代表の、タコ島選手が、まあ、腰痛で不参加ということで、まあ、来年への決着ということになると思うんですが、いかがでしょうか。今のところ前線全敗で勝ててないので、もう一度自分のレスリング見直して、コンディションを整えて来年勝負したいと思います。いずれはオリンピック階級へとお考えになってますでしょうか。そうですね、まだ体が小さいものなので、これからしっかり体を作りながら考えていきたいと思います。他にございますでしょうか。よろしいですか。じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。